ハラルソン軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,780人であり、2000年の25,690人から12.0%増加した。軍庁所在地はブキャナン市であり、同軍で人口最大の都市はブレーメン市である。 ハラルソン軍は1856年1月26日に設立された。軍名はジョージア州選出アメリカ合衆国会議員、ヒューエー・ハラルソンにちなんで名付けられた。ハラルソン軍はアトランタ大都市圏に属している。ハラルソン軍当初、道路、再入単一コミッショナーによって統治されていた。2005年1月から、 5人の委員による軍政委員会の方式に置き換えられた。委員会の議長は、軍全体を選挙区に選ばれている。他の4人の委員は4つの小選挙区から選ばれている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は283.16平方マイルであり、このうち陸地282.11平方マイル。 水域は1.05平方マイルで、水域率は0.37%である。週刊高速道路アメリカ国道ジョージア州道、ハラルソン軍商工会議所が軍内で創業している、多くの企業を代表している。ハラルソン軍開発公社が経済開発に関わっている。1969年から2003年の間の軍経済史はウェブサイトで見ることができる。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の公共教育の大半はハラルソン軍教育学区が管轄している。ハラルソン軍とキャロル軍にまたがるブレーメン氏は独立したブレーメン氏教育学区を運営している。ありがとうございます。